しいでしょうか。それでちょっとお聞きしたいんですけど、メリケンサックってどういう意味なんですか、これ。あ、喧嘩する時の武器ですね。そうなの。はい、いろんな人に、台本読んだ人に、これ東映でやるんですって言ったら、すごいね東映って言われました。何が分かんないんですけど、はい、どういうよくやるねみたいな、半ば呆れた感じで言われました。そんなことないですよ、はい、素晴らしい写真できてますよね。ああ、そうですか。いや、本当このね、これはもううちはこれ力入れてやっていきますんで。いや、本当葵ちゃん上手だね。はい、本当なかなか笑わせてくれるし面白かったです。あ、ありがとうございます、うん、だから頑張ってキャンペーンしてくださいよ。あれ、もう終わりですか。ちょっと待ってくださいよ。もう今日はちょっとあんまり長く伸ばすと、ここはここで緊張しますけど、楽屋は楽屋で緊張するんですよ。いやいや、ちょっと一つ、もうちょっと喋らせていただけると。いや、もうちょっと喋ってください。何について喋るんですかね。だから、そうですね。飽きたみたいな顔されても困るんですけど。いや、これ監督何作目ですか。僕は2作目です。いや、はい、2作目なんだ、これ2作目です、まだ。で、もともとパンクがすごく好きで、パンク出身ではないんですけど、今若い人あんまりパンク聞かないんですよね。ああ、知らないですねみたいな感じだったんで、なんかそういうことに対する自分の寂しさみたいなのもあって、まあ、ノスタルジー映画にはなってないですよね。そうですね、はい、ある種の若者映画になってる。そうですね、はい、監督テッパってんでしょ。テッパって、いや、大丈夫です、はい、もういいよ、そろ。あ、わかりました。いや、あとは東京国際映画祭の一応招待作品に決まって、はい、あ、そうです、はい、10月の18、19、どっちでしたっけ、19でしたっけ、19に上映します。別に実行委員長は何も言っておりませんから大丈夫ですから、私が決めたわけでございます、ね、みんなが決めたんですから、ね、ありがとうございます。あ、すいません。いやいや、すいませんって、私が一応実行委員長なんで。あ、そうなんですか。あ、それも本当に何も知りません。すいませんでした。はい、はい、そういうことで、はい、一つありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。工藤官九郎監督でした。ありがとうございました。それでは続きまして。